ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-172 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-172。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-172 との接触を希望する職員は、書面での承認を得た後、1時間の研修を受ける必要があります。SCP-172 との交流の様子は、少なくとも1名のセキュリティクリアランス4以上の職員により監視され、監視職員は、SCP-172 との交流をいつでも終了させる権限を有しています。SCP-172 が作成した記録、図面、文章はすべて、評価のため、博士に提出してください。SCP-172 からの要求は、博士により妥当だと判断された後に許可されます。SCP-172 は、武装したセキュリティクリアランス4以上の職員の同行下であれば、承認を得た後に収容室から退出することを許可されます。収容室のドアには、常に武装警備員を配置してください。SCP-172 が収容室から脱走を試みた場合、制止するよう指示した後、収容室へ連れ戻してください。収容室内には、紙、鉛筆、その他、SCP-172 が要求した物品を揃えた状態を維持してください。SCP-172 がテーブルや椅子などの家具類を要求した場合は、博士の承認後に提供するようにしてください。SCP-172 が休眠状態に至った場合、再度巻き上げるまでの間、輸送箱内に保管してください。説明。SCP-172 は、身長185cm、体重 175.5kg、黒髪で口ひげを蓄えた34歳のロシア系男性のように観測される実態です。非常に友好的かつ知的な性格をしていますが、やや鈍感であり、ワンパターンな受け答えを繰り返す傾向があります。SCP-172 は、1860年代の服装を好み、首には常に大きな鍵付きのネックレスを身につけています。SCP-172 は、これまでに自身の名前を名乗ったことがなく、アイテム番号で呼ばれることに抵抗感を示したこともありません。SCP-172 の内部には、非常に複雑な機械仕掛けが確認されており、これまでに、200万を超える可動部品を含む、1800万を超える部品で構成されていることが判明しています。構成部品には、ガラス、絹、木、鉄、真鍮、ゴム、その他様々な物質が用いられており、その構造の類似性から、SCP-2776 と同じ製作者、または製作者たちにより製作されたものなのではないかと考えられています。SCP-2776 は、アメリカ合衆国の元大統領である、故、ジョージ・ワシントンの外見をした機械人形だ。知性や人格を有しており、自身をジョージ・ワシントン本人であると認識しているぜ。自身の内部構造を見せられた後にも、自身は人間であると言い張っているようだな。ちなみに、どこで発見されたスキップなの？ああ、財団がマーシャル・カーター&ダーク株式会社の関係先を捜索した際に発見されたようだ。ああ、ということは多分売り物だったんでしょうね。ああ、多分な。では、続きをどうぞ。また、SCP-172 の胸部にはハッチが存在し、このハッチを介し複数のモジュールを接続することが可能です。このモジュールは、SCP-172 の内部に存在する既存の部品と相互に影響を及ぼし合い、SCP-172 の振る舞い、喋り方、行動パターン、その他いくつかの要素を変更する機能を有しています。現時点で46個のモジュールが存在し、そのうちの3つは、財団に収容された後に製造されたものです。SCP-172 には現在、エンジニアモジュールが搭載されています。SCP-172 はこれらのモジュールに、万人、兵士、衛生兵、母親、王など、個別に名称を付与しているようです。詳細なリストは、文書ナンバー172-2を参照してください。また、いかなる状況においても、O5 の承認なしにモジュールを交換することは許可されません。SCP-172 の動力源はゼンマイであり、SCP-172 が所持している鍵を首の付け根にある穴に差し込み、巻き上げることで活動が可能となります。SCP-172 は、ゼンマイを完全に巻き上げると、巻き上げた時点から8時間連続で動作することが可能であり、動作中は完全に人間であるように観測され、人間が行う基本的な動作を全てこなすことが可能となります。SCP-172 は、食事、呼吸、睡眠などを一切必要としませんが、許可が与えられた場合、その全てを実行することが可能です。
SCP-172 は、人間に対し極めて従順であり、与えられた指示には可能な限り従おうとします。SCP-172 は、自身を一般的な人間であると認識しており、自身の内部構造を見せられた後でさえ、その主張を崩すことはありませんでした。SCP-172 の内部構造は極めて繊細であり、その機能を維持、管理するには細心の注意が必要です。また、SCP-172 は、奇跡と形容するほかないほどのエンジニアスキルを示しており、物理的に接触した機械であれば、それがどのようなものであっても解析し、その複製を制作することが可能です。この事実は、どのような種類の施錠システムを用いても、SCP-172 を収容し続けることが不可能であったことにより判明することになりました。また、SCP-172 はこれまでに、財団が保有している技術の複製や、そのアップグレード版を複数開発していますが、それらはすべて、信じられないほど複雑な機械仕掛けをベースに制作されています。最も注目すべきは、文書ナンバー172の 4R。SCP-172 の回収に関する覚書。SCP-172 は、第一次世界大戦終結後、旧ロシア皇帝が別荘として利用していた建物の地下から回収されました。地下室は大戦中に受けた誤爆により地上に露出しており、その内部はひどく破壊されていましたが、SCP-172 は、動力切れの状態で複数のモジュールや鍵とともに鉄製の箱の中に保管されていたため、無傷の状態を保っていました。SCP-172 は、財団エージェントにより地下室から回収された後、財団の実験施設へと移送され、そこで最初の巻き上げが実施されました。SCP-172 は、深い眠りから目覚めたような様子を見せ、その場にいた全員に向かってロシア語で挨拶をし始めました。エージェント、が挨拶に驚き叫びを上げると、SCP-172 は自らの胸部を押し、その後、英語での挨拶を繰り返しました。SCP-172 は、財団職員が行ったいくつかの質問に対し、最後の記憶は少年と遊んでいたこと。少年が去った後、とても疲れたと感じたため、自ら箱に戻ったこと。どのようにして生み出されたのか、自身を制作したのは誰か、自身の名前などについては一切記憶にないと語っています。報告書の紹介は以上だ。異常なほど複雑な内部構造を持つ、知性や自我を有する機械人形、ということでいいのかしら？ああ、それで大体合ってるぜ。通常の状態でも一般的な人間と同等の性能を有しており、付け替え可能な各種モジュールを用いることで、超高等スキルを発揮することもでき、それでいて人間に従順という、財団にとってはこの上なく都合のいいスキップだな。収容下にある限りほぼノーリスクでその性質を利用できるわけだし、財団にとっては願ったり叶ったりでしょうけど、この人、あくまでも人間に従順というだけで、財団に従順というわけではないのよね。それって実は、結構大きなリスクなんじゃない？ああ、そうだな。悪用しようと思えばいくらでも利用法はあるだろうから、収容違反を防止するのは当然として、財団内部の人間も警戒する必要があるかもしれない。だから SCP-172 と接触する際には、セキュリティクリアランス4職員の監視がつくのかもね。ああ、そうかもな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。